はい、また一冊の本をご紹介いたします。今日は経営コンサルタントの、富田秀弘さんが書かれました、独立1年目から、仕事が途切れない稼ぐコンサルタントの企業塾と、こういう本ですね。で、まあ、帯にですね、仕事の進め方、顧客獲得法、ブランディング、完全網羅した成功マニュアルと、こういうことが書いてますけれども、まあ、第1章のですね、コンサルタントとはどんな仕事かというところから入りましてね、まあ、いわゆる問題解決業としてのコンサルタントとはですね、どういう仕事なのか、あるいはコンサルタントというのはそもそもどういう価値をですね、提供する仕事なのかということがですね、本当に分かりやすく端的に分解しながらですね、コンサルタント担当に関としてですね、仕事をしていく上で の大事なことがですね、たくさん書かれています。で、大変分かりやすくて参考にさせていただくところが多かったです。で、後書きのところにですね、終わりにっていうところで、まあ、コンサルタントとしての喜びって言いますかね、まあ、コンサルタントという職業っていうのはどういう仕事なのか、最後にまとめのようなことが書かれてましてね、本当に腑に落ちるって言いますかね、深い内容だ、本質的なことが書いてあるなというふうに思いました。大変参考にさせていただきました。